ずは尻尾から。体と尻尾を合わせて組み立てて、次は顔だね。頭が生えててかっこいい。頭と体を合体させて手と足をくっつけたら、土台を組み立ててトリケラトプスを置いたらできた。かっちょいい。角が3つあって、首の周りのフリルは盾の役目があるんだって。サンさんよく知ってるね。これがあるからね、恐竜図鑑だ。図鑑を見ながら次はティラノサウルスを発掘しよう。なあじゃん。プラファキットで遊んでみたい子はグッドボタン。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。まずはパキパキ発掘。発掘したバラバラの骨を組み立てる。ティラノサウルスは肉食恐竜で、骨を噛み砕いちゃうくらい顎の力が強いんだって。あーすごい。でも実は足は遅いんだってさ。そうなの。でもでもやっぱり強くてかっこいいよね。強けりゃ何でもしていいのか。え、なになに、クモリン。え、何も言ってないけど。だから俺は何もしてねえって言ってるだろう。うわ、嘘でしょ。化石が動いてる。お前のせいで僕の家族は絶滅したんだ。何も知らないお前に何がわかる。ちょっと二人はなんで喧嘩してるの。こいつが僕の家族を食べたんだ。だからそれは違うって言ってんだろう。喧嘩はやめようよ。プラパキットで遊んでみてねー。クモリン、 LINE 見た。 LINE で僕たちと
しゃべりしよう。お絵描きを送ってくれたら動画の最後に紹介されるかも。この動画のタイトルを押してこの青い文字を押すと、うん、サンサンだ。追加してね。これでもうサンサンとお友達。そうだよ、みんなから動画の感想やリクエスト、お絵描きもいっぱいもらってるんだ。 LINE で待ってます。つくも、うん、次は何して遊ぶ。遊びもいいけどおやつにしない。いいね。そうだ。いつの間に。キャッキャッキャ、楽しそうに仕上がき、俺様がもっと楽しませてやるぜ。インスタグラムフォローしてね。僕たちの4コマ漫画が読めるよ。ケイス、仕事中だよ。起きなさい。頑張ってバナナちゃん。どんな夢見てるのさ。トラブル発生だ。パワーステーションに向かう。ああ待ってよ。何が起きたんだろう。食のにプリル、まだおじさんまで。ねえどうしたの。みんなが檻に閉じ込められてる。ええー、僕が助けに行くよ。チェイスお願い。そうだ。うるせえ。いつも楽しそうにしやがって。見てるとイライラするぜ。せいぜい檻の中で楽しんでな。どうしましょう。チーズ参上。もう悪いことはよしなさい。パワーパトロールだ。なんだお前は。みんなを返してもらうよ。あ、鍵に鍵がかかってるわ。ヘン、この鍵穴の色に合う鍵がないと開けれねえぜ。隠してやるかは教えねえけどな。ひどい。そうだ。まあ一つ目はここにあるぜ。あ、ちょうだい。あった。あ、チンパンジーさん待って、鍵返して。キャッキャッキャッキャー。止まって、動かない。助けてくれるわ。そうだ。もう諦めただろ。助けに来たよ。
だ。けっさー、すまんねーぜー。あ、ノイズが逃げちゃう。そうだ。にゃー、あー、いてててててて。チャンスだチェス、逃がさないぞ。このネットを食らいなさい。けっさー、ありがとうパーパトロール。いえいえ、こんなの朝飯前。またトラブル発生だ。ところだったのに。ほら行くよ。どんなトラブルもパウッと解決。次の現場に出動だ。王様を出してくれ。今日遊んだおもちゃはマウステーション、チェイスポリスカー、ズーマホバークラフト、ラブルパワーブルドーザー。チェイス、ズーマ、ラブル、みんなでトラブルを解決してパーフェクト。お散歩楽しいね。ダメだよ。で、ここに恐竜マークがあるから、きっと恐竜さんの卵だ。大切に持って帰ろう。ガッガッガー、なんかいいもん持ってるじゃねえか。ノイズ、半分いただくぜ。あー、ダメだよ、返してよ。うし、こうしてやる。ふり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 。あー、やめて。卵の中身は大丈夫かな。わあ、恐竜さんたちがパズルになっちゃった。やだー。ガッガッガ、パズル対決だ。俺様より早く組み立てられたら恐竜たちは返してやるぜ。先に2つ組み立てた方が勝ちだからな。よし、負けないもん。せいぜい頑張るんだな。さっさと組み立てて恐竜たちにあいつらのことを襲ってもらうぜ。頑張って組み立てよう。応援してくれる子はグッドボタン。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。細かいパーツがいっぱいある。わかりやすい形をしているところから作っていこう。これは尻尾みたいだね。こことつながりそうだよ。ここに尾びれがついているでしょ。この尾びれがつながるようにくっつけるから反対向きだね。きれいにくっついた。これは顔だね。うん、顔だね。ここにくっつきそうだよ。ここにも同じ模様があるからくっつけよう。首が面白い形をしているね。顔と尻尾ができたから、あとは体だね。こことここは同じ柄をしているよ。くっついた。この黄緑のパーツもくっつきそうだよ。ほらね、くもりん全体でーす。さっきのパーツも合わせたらなんだか体っぽくなってきた。ここをくっつけて足もできたよ。腕はここに刺すのかな。くっついた。それぞれのパーツができたから一つにしていこう。足はここに。あれ、入らない。本当だ、どうしてだろう。一回体を外してみよう。ここにはハマるはずなんだけどな。あ、この向きでうまくハマったよ。反対の足もつけよう。これで上からかぶせればぴったりだ。やった、ここにさっきの尻尾が入りそう。背びれと尾びれを合わせてぴったり。あとは腕だけだね。どうやってハマるんだろう。ここにくっつくはずなのに。あ、右の腕と左の腕を見て。こっちがへこんでてこっちが出っ張ってるから、この腕同士がくっつくんじゃない。ほんとだ、ぴったり。ここに腕をはめて、その上に首を乗せたら、やった、完成。これはテジリノサウルスだよ。テジリノサウルス。テジリノサウルスはこの鋭い爪で木を倒したり魚を捕まえたり敵から身を守ったりしていたんだよ。かっこいい。恐竜図鑑で勉強したんだ。よ、恐竜博士。よし、もう一匹も頑張って作ろう。ガッガッガー。お前らがチンタラしてる間に俺様は2匹完成したぜ。早い。こんなに角の大きい恐竜とこんなに首が長くてかっこいい恐竜だぜ。よし、お前らさんさんとクモリンを襲っちまえ。
い、聞いてんのか。これはトリケラトプスとディプロドプスだね。強そうだけど、どっちも草食の恐竜だから僕たちには興味ないみたい。お前ら、ちゃんと襲え。あー、叩いたらかわいそうだよ。あー、逃げちゃった。なに、待ち上がれ。この隙にもう一匹作っちゃおう。頑張ろう。卵を開けて、中身を出していくよ。わー、パーツがすごく細かいよ。ぴったり合うところからどんどんくっつけていこう。すっごい怪しいけど、
クモリンが無事かどうか占ってもらおう。すいません。おんきりきりおんきりきり。あのすみません。おや、迷い人かい。僕の親友を探してるんです。この子なんですけど。わあ、どうしたんですか。ただならぬ恐ろしいパワーを感じる。恐ろしいパワー。クモリンは無事なんですか。それでは占ってみせましょう。お願いします。Yeah!
はピエンの妖精、名前はピエンだよ。そのまんま。悲しい時や困った時、みんなピエンの顔になるんだ。ピエン、サンさんと同じ顔だ。クモリンくん、サンさんが悲しくなること言った。ピエン、サンさんの好きなおもちゃ壊しちゃったけど、モくんわざとじゃないんだよ。そうだった、ピエンか。じゃあ新しいおもちゃを渡してみるのはどう、ピエン？それいいかも、サンさん。ピエン、じゃーん、新しいミニカー、新品を買ってきたよ。喜んでくれるかな。ピエン、ダメだ。そうだな、クモリンくんはサンさんに謝ったの？だって僕、わざとじゃないんだもん。サンさんが悲しんでいるのはおもちゃが壊れたからじゃない、ピエン。どういうこと？クモリンくんに謝ってほしいんだ、ピエン。なんで？わざとじゃなくても大切なものを壊してしまったことに変わりはない、ピエン。まずは心から謝ることだ、ピエン。僕が謝らないといけないの？サンさんがこのままピエンの顔だと、僕みたいにピエンの妖精になっちゃう、ピエン。サンさんがその姿に？コモリン、遊ぼう、ピエン。ピエン、ピエン。僕謝ってくるよ。ピエン、ありがとう。頑張れ、ピエン。紙コップを裏返して、ペンで真ん中と横に印をつけるよ。じゃんじゃん。次はペンを用意して、印にグサー。穴が開いた。そしたらストローの曲がる方から穴に入れて、もう一つの穴から出そう。よっこり。穴から出てきたストローを4つに切るよ。タコの足みたい。ハサミはお家の人と一緒に使おうね。土台部分は完成。わーい。次は真ん中のお皿を作ろう。紙皿を用意して、好きにデコレーションしちゃおう。マックバナナ描いた。クモリン上手。紙皿を裏返して、テープでタコさん足を貼るよ。ピタピタピタ。うん、いい感じ。次は上の土台を作るよ。紙コップを2つ用意して、デコレーションしよう。紙をペタペタしてもいいし、ペンでお絵かきしてもいいね。次は？テープで紙コップをくっつけるよ。あと下にしたい方の紙コップにテープをペタペタペタ。何個貼るの？3つかな。
そしたら紙皿と紙コップをくっつけるよ。大きくなってきた。次は上の傘の部分を作るよ。はい。紙皿を用意してペンで真ん中に印をつけるよ。できたらハサミを用意して印に向かって切るよ。キャッキーン。切った部分を持ってずらしてテープで貼るよ。わあ、難しい。こうやって押さえながらテープで貼るといいよ。そしたら傘をデコレーションします。わあ、サンサンだ。クモリンはノイズを描いたんだね。もう少しで完成だ。次は糸と紙を用意して好きな絵を描こうね。描けた。あ、またバナナ描いてる。そしたら糸とくっつけて糸にテープを貼って傘の裏に貼るよ。ビーズをくっつけても可愛いね。そしたら紙コップにテープをつけてピタ傘とくっつけるよ。そしたら完成。メリーゴーランド。やったー。早速遊ぼう。くるくる楽しいな。くもり早く回しすぎ。ごめんごめん。一緒に乗ろう。乗ろう。くるくるくん楽しいね。あ、あそこにポリルがいる。つくももいるね。サンサンワールドとっても楽しいね。今度は別の乗り物になろうね。ふー、楽しかった。いっぱい回って目がぐるぐるしてきた。そうだ、ぐるぐるぐる。くるもりん、今日のお絵かき。快点。